幸せになる方法がやっと見つかりました。学識サロンの間です。今回は樺沢紫苑さんの著書精神科医が見つけた3つの幸福、これを紹介していきたいと思います。いきなりですが質問です。あなたは幸せになりたいですか？そりゃあ誰だって幸せになりたいですよね。私もなりたいです。俺は不幸が大好きだ、そんなことを言うド M なサイコパス野郎はいないと思います。ではあなたにとって幸せって何ですかね？どんな状態になったら幸せだと言い切れますか？こうやって聞かれるとすぐに答えられない人って実は多いんですよ。よく一流企業に就職すれば幸せになれるとか、仕事を一生懸命やれば幸せになれる、いつか素敵なパートナーが現れて幸せな結婚ができる、こういうこと言う人いますが、はっきり言ってこれ全部ね間違いなんです。じゃあ幸せとは一体何ぞや、その謎を全部解決してくれるのがこの本なんですが、もうこの動画の結論先に言っちゃいますと、幸せの正体は実は脳内物質、これだったんです。この動画を最後まで見ればそれがまるっと理解できて、明日から今より確実にあなたは幸せに過ごすことができちゃいます。それでは最後までお楽しみください。1つ目、幸福の正体とはという話です。結論から言うと、幸福というのはドーパミン、オキシトシン、セロトニンが十分に分泌されている状態のことを言います。要は脳内で幸福物質がたくさん出ている状態が幸せであり、幸福物質を出す条件が幸せになる方法なんです。著者の樺沢さんが、人間が幸せを感じるとき脳の中ではどんな反応が起きているんだろう、こうやって疑問に思って調査をしたところ、ドーパミン、オキシトシン、セロトニン、エンドルフィン、アドレナリン、ノルアドレナリンなど、なんと100種類以上の幸福物質が出ていることが分かったんです。中でもドーパミン、オキシトシン、セロトニン、この3つは幸福という観点から世界的に注目を浴びていて、ドーパミン的幸福、オキシトシン的幸福、セロトニン的幸福の3種類に分けることができます。まずドーパミン的幸福は、やったと思わず手を挙げてしまうような成功、楽しさ、達成感を得た時に感じる幸福です。例えば係長に昇進した、全国大会でベスト4に入った、試験で95点取ったといった時に感じるもので、これは仕事頑張ってる人は当てはまるかと思います。ちなみに私の場合、動画がバズった時にドーパミンがね、正直ドッパドバ出てます。あと4歳の娘が最近コマにハマってるんですが、5回に4回は失敗してコマ回らないんですよ。でもね、そのうち1回だけ回った時、もう踊り狂って喜んでるんですが、あの時ね、ドーパミンの沼状態です。話を戻します。このようにドーパミンは私たちのモチベーションややる気の源で、ドーパミンが出るから頑張ったり努力したりすることができて、自己成長につながっていくんです。ただドーパミンが暴走すると依存症になってしまう可能性があって、例えばギャンブル依存症やアルコール依存症などにつながる可能性もあるので、ドーパミン的幸福を感じすぎるのも実は注意が必要です。次にオキシトシン的幸福ですが、これは他者との交流、関係によって生まれる幸福です。例えば夫婦、恋人、親子、友人といった人間関係やサークル、スポーツの仲間と一緒にいるときに感じる楽しい、安らぐ、嬉しいといった気持ちです。逆にオキシトシン的幸福が失われた状態というのは孤独という状態です。彼女がいない、友達がいない、相談できる相手がいない、こういった一人でいるときが多いと寂しい、楽しくないといった感情が出てきて幸福感が減っていきます。また職場の人間関係が良くないとか、上司とうまくいってないといった人間関係が悪い時も大きなストレスとなってしまいます。これつまり私たちの人間関係やコミュニケーションがそのままオキシトシン的幸福につながっているということなんです。最後セロトニン的幸福ですが、これがね基礎的で一番重要です。一言で言うと、心と体の健康で体調がいい、気分がいいという状態のことを指します。例えば朝外に出た時に、今日は青空がとても綺麗と感じたり、散歩をしていて、あーすがすがしい、こうやって思う時ってありますよね。そういう時がセロトニンによる幸福を感じている状態なんです。逆にこのセロトニン的幸福が低下してしまうと、感情のコントロールも効かなくなって、すぐにイライラしたり怒りっぽくなるなど、精神状態が不安定になってしまいます。また気分が暗くなったり、何もしたくなくなるといったうつ病にもなりやすくなります。もしね、いつもネガティブな考えが頭から離れないという人は、このセロトニンが低下している可能性があるので注意が必要です。この3つどうですかね。ちなみに私は家族と一緒に過ごす時間が本当に幸せで、1歳の息子を抱っこした時とか、オキシトシン的幸福が半端ないです。ちなみにですが、あなたが一番幸せを感じる時ってどんな時ですか？もしね、私にもできそうで良さそうなものがあったらやってみたいんで、ぜひコメント欄で教えてください。2つ目、幸福の優先順位という話です。
お金と成功、つながり、健康、全部手に入ったら最高なのにな、こうやって思いますよね。ですがこの3つの幸福を手にしている人ってかなり少ないんです。これどうしてかというと、実は3つの幸福を得るための優先順位というものがあって、多くの人がその優先順位を間違ってしまっているからなんです。ではどの順番がいいのかというと、セロトニン的幸福、オキシトシン的幸福、ドーパミン的幸福、この順番で幸せになっていかないといけないんですよ。もしこの順番を間違えてしまうと、幸せになるどころかむしろ思いっきり不幸になってしまうんです。さらに説明すると、もし仮に成功を健康よりも優先してしまうと、最終的に精神疾患や身体疾患に陥ってしまって、昇給や成功どころではなくなってしまうんです。例えば成果を出すために深夜0時を回っても残業するとか、体調が明らかに悪いのに無理をして出社する、こういったことを続けていると睡眠不足になったり疲労が溜まって最終的には倒れてしまい、せっかくの頑張りが無駄になってしまうんです。ちなみに私もこの YouTube 活動を頑張りすぎて、大体1年間ぐらい頑張った時に一度救急車で運ばれたことがあるので、これはねもう首がもげるほどうなずきました。まずは健康を大切にして、睡眠や運動の時間をしっかりと取ることができれば、最高のパフォーマンスを発揮することができます。そうすれば自然と成果も出て、仕事も認められて、周りからも信頼される人になることができるんです。健康大事ですよ。次に成功をつながりよりも重視してしまうと、大切な人との時間がなくなってしまうんです。例えば毎晩11時まで残業していたら、家族と一緒にご飯を食べることはできませんし、妻や子供へのケアがほとんどできない場合、最悪離婚とか子供の不登校につながる可能性もあります。どれだけ仕事で成功したとしても、自分の大事な人から嫌われてしまったら、もうそれ幸せとは言えませんよね。ですからドーパミン的幸福は一番最後に手に入れるのが幸せなんですよ。ではつながりと健康、どっちが先なのかというと、もうこれはもう健康が先です。というのも、例えば仕事が順調で家族と一緒に幸せな生活を送っていたとします。これはすごいいいですよね。ですがある日突然がんを宣告されてしまったらどうですかね。毎日そのことで頭がいっぱいになって、正直幸せとは言えなくなりますよね。つまり自分の健康があって、その次につながりなんです。自分が健康であれば相手の状態を見ることができますが、自分が健康でなければ夫婦や友人など相手に構う余裕もなくなって、連鎖的にオキシトシン的幸福を失ってしまうんです。ですからこれら3つの幸福はピラミッドのような関係になっているということを理解しておきましょう。基礎となる下の段がセロトニン的幸福、そして中段がオキシトシン的幸福、そして上段がドーパミン的幸福です。これは幸せに限った話ではありませんが、この基礎の部分って何よりも大事です。この話どうですかね。本当ね、大事な話を今したので、マジでこの3つは覚えておきましょう。3つ目、セロトニン的幸福の手に入れ方という話です。この本には3つの幸福を手に入れる方法が具体的に書かれているんですが、今回は一番基礎的でかつ大事なセロトニン的幸福の手に入れ方を2つ紹介します。どっちもね簡単にできます。まず1つ目が朝散歩です。朝起きてから1時間以内に15分から30分程度の散歩を行います。ウォーキングをする時のコツは、少し早歩きでリズムよく歩くようにしましょう。この朝散歩がどうしていいのかというと、セロトニン神経を活性化させる一番シンプルな方法だからです。セロトニンは朝日を浴びること、そしてリズム運動をすることによってかなり分泌されるんです。ですから朝起きたらすぐに外に出て太陽の光を浴びる、一定のリズムで歩くことによって効率よくセロトニンを分泌することができるんです。次に2つ目が産業ポジティブ日記です。やり方は超簡単。寝る直前に今日あった楽しい出来事を3つ書く、たったのこれだけ。例えば行き帰りの電車で本を読むことができて時間を有効に使えた、仕事が予定通り進んで早く帰ることができた、夕飯のおでんが美味しかった、サラタメさんに友達って言われた、こんな内容で OK なんです。この産業ポジティブ日記がどうしていいのかというと、そこには理由が2つあって、まず1つ目が鬱になりにくくなり幸福度が上がるからです。アメリカのセリグマン博士の研究で3つのいいことを1週間被験者に書いてもらうという実験をしたところ、たった1週間で幸福度が56だったのが58へアップし、なんと半年後には61までアップしていたんです。またうつスコアも14だったものが1ヶ月で10まで下がり、半年後の調査でも効果が継続されていたことが分かっているんです。これすごいですよね。次に2つ目がポジティブなことをイメージしながら寝られるからです。寝る15分前は記憶のゴールデンタイムと言われていて、寝
寝る前に考えたことがそのまま記憶されます。ですから最後の記憶をポジティブなものにすることによって脳は今日は楽しい一日だった、こうやって記憶してネガティブな感情が消えていくようになるんです。これどうですかね。まずは一つだけでもいいです。簡単にできることから試していって自分の健康を手に入れちゃいましょう。さらっとまとめです。1、幸福の正体とは。2、幸福の優先順位。3、セロトニン的幸福の手に入れ方という話でした。この本にはこれまでの幸福に関する本では書かれていなかった幸せを手に入れるための方法が具体的にしかもたくさん書かれています。今年こそ幸せになってやる、こうやって考えている人には本当にねおすすめの一冊です。説明欄にリンクも貼ってありますので気になる方はぜひポチってみてください。最近の私の幸せなエピソードなんですが、1歳の息子がいるんですよ。それでいつも抱っこをしているんですが、抱っこした時に背中とかをトントンってやってあげてたんですね。すると子供も安心して寝たりするのでやってあげてたんですが、最近なんか息子を抱っこすると息子がこっちのことをトントンってしてくれるんですよ。子供としては多分ただ真似をしてるだけなんですが、これがねもうねすっごい嬉しくてオキシトシン出まくり、もうねめっちゃ可愛いんですよ。という今回は親バカな話でした。学識サロンが初の書籍を出版しました。2月3日めでたい。タイトルは2行でわかるサクサク仕事ノートでして、この中には私が今まで本を読んで実践してみて人生変わるくらい効果が出た、生産性が上がったという仕事術を300個以上詰め込んでいます。もうですね本屋さんにも置かれているんで、この本屋さんのここに鎮座してたよという情報があったらぜひツイッターの方でつぶやいていただければ私も全力で反応しますんでよろしくお願いします。あと最後にお願い、読んでくれた方は Amazon でレビューだけでも書いてくれたらもう飛び跳ねて喜びます。ぜひねよろしくお願いいたします。さよなら、さよなら、さよなら。